長公演務め上げました座長福田光平さん。本当に皆さんありがとうございました。どうも何よりも本当に皆さんにこうして支えていただきまして、本当に芝居も歌の方も緊張することなく、初日から千秋楽まで皆さんにこうして支えてもらって、そして皆さんからもう客席の方から来るこのパワーというかビームというのがですね、逆にああ俺生まれてきてよかったなあというのを私はやっぱり自分で心の中にを思います。両親にまずこう産んでもらってうまく作ってもらってまあそれで自分のことだけを考えた時にふと思いました。親父が言った一言、おめえはなして生まれてきたかわかるか、人のために生まれてきたんだから極力言葉には食べないようにして、人のためにとにかくできる限りの努力をしろ、何もうまく歌わなくてもいいから上手に歌えるこう言われてまいりまして、本当にご来場くださいました皆さんと共にご出演くださいました皆さん、本当にありがとうございました。